繋げて、あ、すみません。すみません。完全に待ってました今。しかも頼りっぱなしだった。はい。頼りっぱなしですけど。ティンサグラナラ、皆さん知ってる方いらっしゃ、ね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、ティンサグの花は鳳仙花の花のことを言っていまして、鳳仙花の花は爪先に染めて、親の教えは心に染めなさいというふうな、教訓歌として歌われてきている歌ですね。なんか今の時代だとネイル、ね、ネイルがあるんですけども、昔はそういうネイルがなかった頃は鳳仙花の花を爪先に乗せてちょっと何時間か置くとちゃんとピンク色に染まっているというふうなねことがあったみたいですね。へえ、うん、朝さんも知ってると思うんですけどね。何十年も歌ってますけど。そうです。はい。そんな歌詞の意味です。奥深いですもんね、はい、そうなんです。はい、じゃあぜひご存知の方は一緒に口ずさんでみてくださいね。はい、はい、打ち合わせ終了です。今の何番って聞いて何番でもって言って結局何番になったんですかね。4番。そう、そりゃそうだね。答え言ってなかったよね。何番までがいい。何番でもいいですよ。OK って言ったら。多分朝さんの中では決まったんでしょうけどね。それを知らされてなかったという。そうそうそう。はい、知らされないの多いですよね。ごめんね、まやちゃん。いやいや、でもなんかその場でね、空気で、空気を読んで。すごい。空気を読む女。いや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 。いやいや、全然読めないんですけどね。はい。読む努力はしています。はい、まあ、すごいですよ。私がこう何か探してたら、あっさんこれですかってさってチリ箱を差し出すんですよ。チリ箱、ありがとうございます。チリ箱でさすがと言われましたが、で、はい、違うティッシュだったとか言うまあちゃん惜しいっていう、こう天然さでもこう気が利くね。ありがとうございます、ね、いやいやいや。私はもうおつぼね様なのっていうぐらいさ、いろんな人がはいさっさっさって持ってくるから。いやいや、楽屋ではもう最年長なので。確かに、ね、まあ、これは事実ですから、ね、はい、で、安島にねいる期間ももう11年目ですか。12年なんですよ。12年、はい、ね、オリンピック4回見てますから。、はい、98年、2002年、2006年、2010年、はい、4回見れた。今度出れるんじゃないかなとか思いません。もういつかね、何出てようかね。はい、一応ね、はい。はい、行きましょうか。はい、はい、ティンサグの花。Yes.
ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょうね。